久保さん。今回500万再生、500万再生しましょうか。まあ、正式に言うと550万回ぐらい回してるんですけど、これすごないですかあの、今、世間を賑わしてるヒカルくん。うん、ジョイフルでしたっけ何億円の売り上げを上げた。あの、ヒカルくんでもね、500万回まあまあ難しいですよ。<laughs> 500万ね <laughs>。これね、対談取るんで、熟成さんで500万回回した人いて、まあ、300万回とか200万回もあるんですけど、ミリオンを、 9つぐらい出してましたね。さすがにすげえな、みたいなで。しかもこれね、しかも、今話題の、切り取りってやつですね。切り取り。で、これ公認ももらったらしいんで、まあ、公認ももらったから、ま、あいいでしょ。なんか、UU、ウームもね、なんか、公認、切り取りを解禁し始めてるんですよね。あの、UU、ウームも。どうすかね。これ自分のコンテンツじゃなくて、切り取ってね、 ね <laughs> やねんみたいなね。ね。もう自分じゃなくて、本当にテクノロジーを使ったもん勝ちかなと思いますね。はい。自分で喋れない。え、もはや自分のコンテンツじゃなくていいっていうね。まあこれ YouTube がね、そのうちどうするかわからないですけど、今現状としてはいける方法なんで。で、まあ大元も公認してればまあまあ OK ですから。あとは YouTube 側がそれをね、切り取りダメだって言ったらダメかもしれない。もうダメになりますけど。 切り取ってる大元も公認しているあの YouTube も今んところ大丈夫。大丈夫っすね。500万馬力ですね。しかも自分でやってないっていうね。喋ってないっていう。これテクノロジーですね。いってらっしゃい。